果さらさせてもらうと、ここ、はい、ここ、はい、ここ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 、はい、あとここ、わかんない、ここ、ここ、ここら辺が硬くなってます。で特にこう左側が結構ガチガチに硬くなられてるの で、はい、でこれどんな感じかって言ったら、はい、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じ、はい、でそれが今から生肉に戻していくんですけども、はい、その過程がとても痛いんですね。でこの背中の筋肉って実はね、足の疲れから上がってくることが多いので、はい、足から緩めていきます、はい、でこ今からが本番、頑張ってくださいね。こんな感じ、はい、大丈夫そうかな。これが痛いけど、はい、気持ちいいくらいの強さ。じゃあ大丈夫な人ですね、当店。そうですか、私、まあ、ちょっと痛いですけど、大丈夫です。おー、取り高少なそうだね。いや、でもこれからですよね。まあ、人によってもこれで全然痛くない方も、そのまま行かれる方もおられますし、ずっと変わらずっていう方もいるし、うん、溶けてきてなんか痛くなる人も。あ、なるほど。なんかお尻が痛いところですね。あ、お尻も痛かったりしますね。なんかそうなんです、はい、自分で押さえててもそこめっちゃ痛いんですよね。ですよね、はい、で先生はあれですか、はい、自分の体はどうしたの。酒飲んで治す。なんだろう。なんかいい感じで飲んではりますもんね。はい、ずっと。なんか日本酒好きなんです。日本酒好きですね、うん、あとはもう、あとはその自分の体は、癒すためには、温泉によく行きます。やっぱりいいんですね。やっぱ行かれて温めてあげるとやっぱ体楽になりますね、うんうん、そう、冷えてるのも分かってるんですよね。そうなんですよ。そこめっちゃ痛いです。ここ、うん、痛いです。この辺めっちゃ痛いです。この辺痛いですね、うんうん。運動しないよりは絶対運動された方がいいですからね。ね、でもちょっとサボってるんで、そろそろやらないといけない。30分から1時間ぐらい歩かれてください。うん、はい。それでも全然効果的ですよ。そうですよね。それでも、なんか運動されてるんですか。これが運動です。あ、なるほど、そうですよね。はい、これ以上体鍛えたくないです。だからあのこれがいける人には全然いけるんですよ、はい、でもいけない人はこれでもギャーギャー叫ぶんですよ。そうですよね。ああこれか、こんな感じだったら私求めてたっていう感じになると、うん、ずっと続けてこられたりとか定期的に来られたりとかされる感じになるんですね。なんか意外にと目は近いですよね。そうです。私すごい遠いと思ってたんですけど、あの来だすと結構あ近かったみたいなね、うん、ちょっと久々に近鉄乗りました。ああ、そっか。で、あの月一で、はい、10時から2時、3時までぐらいにしてるんで。で、その後飲んで帰るんですか。そうです。それだけが楽しみですか、私。こういう考え方すると、あ、メンテナンスしようかなって思うのは、はい、48年ものの自転車、はい、まあ、そうですね。サビも出てくるし、ね、こうね、磨いてあげなきゃいけないし。いや、ほんと、おぉ、もうなんか笑えてくれますね。そう、痛いと笑えてきちゃうんですね。笑えますね。わぁ、おぉ、これ、右でこれやって左めっちゃ痛そうですね。ですよね。まあほら、あの どうしてもやっぱり自分ではこれぐらいだろうと思ってても、はい、その第三者から判別されたら全然違うってこと結構あるじゃないですか。ありますよね。なんかね、肩凝ってるとか言いながら全然凝ってない人とかいますもんね、はい、おられます、おられます、ね、なんか肩凝りってね、はいはい、私もなんか結構肩めっちゃ硬いんですけど、はい、それはなんで硬くなるんですか。ストレスです。対人関係のストレス、以上。やっぱそこなんですかね。それです。心配事、以上。あ、なるほど。山ほどあ、ストレス、ね、
でやっぱりね、当店に来られる方で、うん、毎週来るような人っていうのは、うん、経営者とか、あなるほどで、いろんな考え事をされてる方はやっぱり週1ぐらいで定期的にメンテナンスされて、うん、パフォーマンス全力で使われてまた来るみたいな、うん、でここで、ま、なんか満タンにしてなんか HP0、1、2、3ぐらいなの100にまた戻してなるほど走っていかれるって感じですね、うん、そうか、なんかね、はい、どんだけやってもね、はい、その柔らかくなる気配がなくて、はいはいはい、それはどうしたらいいのか、それはご自身のストレスになるものを排除するか、うーん、そうか、考え方を変えるかしかないですね。だいぶね、ラフに考えるのはそうですけどね、はい、まあ、それでもまだ硬いってことはまだ硬いいや、でもあれなんですかね、はい、自分で思ってない以上にストレスあるんですかね。やっぱりね、ありますよ。私もちょっとやっぱりストレスないようにしてるんですけども、うん、それでもやっぱ考えるときってやっぱちょっと、まあ、ね、残りますからね、うん、YouTube では見えないあれは、うん、そうですよ、人間だもんだってやらないですけど、かなり満喫されてる感じなんで、はい、ん、満喫、人生満喫してますよ、ね、はい、満喫しないと。僕は比較的少ない方だと思います、うん、昨日だってここを夕方5時に閉めて、そっからあの立ち飲みのマスターと一緒に立ち飲みに行って9時半ぐらいまで飲んで、家帰って酒飲んだらもうバタンキューって寝てますから、めっちゃいい、楽しいよ、酒ばっかり飲んでますよ。